ようにね。この声ってさっきのやつ？そのようですね。どうやらすぐ近くにいるみたいです。何だったんだろう。私たちへの威嚇？いや、それなら一度で終わるはずはないですし。慎重に進んでみましょう。これはエルビーラの眷属かな。そうみたい。どうやら声の主はあいつだったようね。なんだ、怖がって損したよ。近くにいた魔物とでも戦ってたのかな。かもしれないね。おかげで安心してプラフタの魂を探せそうだよ。襲ってこねえって話じゃなかったのか。私にもわからないわ。エルが襲わないように指示をしたって言ってたのに。でもさっきまではおとなしかったよ。それが急にどうして。話は後だ。来るぞ。弱いところがあるな。どうだ、狙えるか。メッタウェアレット。後に続くぞ。
強力な攻撃が来るぞ。警戒しろ。私が行こうか。アレフ、無理はするな。特別の弾くれてやるぜ。